よし、16時間かけて作った初めての動画の投稿終わった。たくさん見てくれるといいな。視聴回数3回。どうしたの、チルノちゃん。ウェイン、私の動画全然再生されないよ、つべきつすぎるよ。待って、チルノちゃん。まず精神論で悪いけど、たとえ1回の再生でも、誰かがこの動画を見たいと思ってくれた証拠だよ。私はチルノちゃんの動画好きだな。霊夢見てくれたんだ、ブス。他人を不快にするような釣り動画で稼いだ10万回より、チルノちゃんの人間性が現れた動画を見た一人の感動の方が価値があると思うよ。うぷ主は人気動画も見るけれど、再生数1桁の素晴らしい動画を見つけて感動することも多いです。ただ、やたらと声が小さかったり、サムネイルが無編集だともったいないなとも感じてしまうよ。この動画では、基礎的なことから、応用的なことまで、動画再生数登録者数を増やす方法を、100個紹介するので、一つでもあなたの動画の改善に役立てば嬉しいです。ちなみに私たちはゆっくりの子だけど、ちゃんと実写動画についての解説もするから安心してね。チルノちゃん、一緒に頑張ろう。うん、頑張るよ。まずこの動画の内容だけど、動画概要欄に100個の項目の目次があるので、時間のない人は、そのリンクから見たい項目だけ、見ることもできるよ。ただ、各項目では、役立つツールやソフトの紹介、うぷ主の体験談なんかも話しているので、時間のある時に全体を見てもらえると嬉しいよ。基礎編では、再生数登録者を増やすチャンネル設定方法について話していくよ。ここが抜けていると、視聴者があなたのチャンネルにたどり着けないから大事だよ。入門編では、動画のクオリティを上げる方法、撮影や、編集、投稿時の設定、動画のアクセス情報の分析方法について説明するよ。応用編では、動画ネタの見つけ方や膨らませ方について話していくよ。コミュニケーション編では、視聴者との交流を深める方法について考えていくね。最後の個別編では、ゲーム実況、ビジネス系、教育系など、チャンルごとの動画の伸ばし方を紹介していくよ。この動画では、うぷ主が5年間ヨウツベで動画投稿を続けてきて、実際に役立った方法を紹介していくので、動画投稿をこれから始める人は、ぜひ最後まで見てほしいよ。うちはこんな方法で伸ばしているよ。というテクニックを教えてくれる上級者の皆さんは、ぜひ、コメント欄で教えてくれたらありがたいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。では早速、基礎編から見ていこう。テクニック1、チャンネル名を決めよう。チャンネル名は、投稿しているジャンル、投稿者名など、誰が何をやっているチャンネルかわかるようにする。ブランドアカウントは、自由にチャンネル名を変えられるので、おすすめだよ。ブランドアカウント？最初は、Gmail でログインしたアカウント名、生プラス名がチャンネル名になっているので、画面右上のチャンネルアイコンをクリックして表示されるメニューから、歯車マークの設定をクリック。表示されるメニューから、チャンネルを追加または管理するボタンを、クリックして、新しいチャンネルを作るとブランドアカウントが設定できるよ。チャンネル名の変更は、数ヶ月に何回までと制限があるから、なるべく最初に決めた方がいいね。ちなみに、このチャンネルの名前は生きるための学びチャンネルだけど、より具体的につけた方が、検索でチャンネルを発見してもらう上では有利だよ。テクニックに、チャンネルアート、チャンネルアイコンを設定しよう。チャンネルアートはチャンネルの上部に表示される帯。チャンネルアイコンはチャンネル名の横のアイコンだね。必ず設定しよう。チャンネルアートには、動画投稿時間が決まっている場合は、それを記入しておくといいね。チャンネルアートの作成には、画像編集ソフトがあるといいね。ペイントでもいいけど、無料ソフトのフォトスケープがおすすめ。動画のサムネイル作成にも使えて便利だよ。チャンネルアートのアップロードページから、テンプレートがダウンロードできるので、このサイズに合わせて、作成すると良いよ。一番内側の枠が、スマホで見た時に表示される範囲。次がタブレット、次が PC、一番外側がテレビで見た時に表示される範囲だから、文字とかを入れるときは、注意が必要だね。うぷ主は、PC で編集しているから、PC での表示で確認することが多いけど、動画を作った場合とかは、できればスマホなど小さな画面でもちゃんと見れるか確認した方が良いよ。チャンネルアートが可愛いと登録したくなるもんね。テクニック3、概要ページで自己紹介をしよう。概要欄には、自分の簡単な自己紹介、投稿動画の内容、投稿時間、連絡先などを記入しておこう。せっかくアピールできるスペースなので、積極的に活用しよう。テクニック4、自分の権威性、専門性をアピールする。これは、概要欄でも、動画内での自己紹介でも活用してほしいけど、
自分がその分野について語るにふさわしい権威性や専門性を持っていることをアピールすること。医学部、東大生 YouTuber、プログラマーなど、そういう部分はアピールになるもんね。うぷ主なら教育系動画がメインだから、通信制大学を複数卒業、情報処理試験専門の講師、哲学の専門家などの肩書きを前面に出すようにしている。またこの動画についてなら、登録者4000人のゲームチャンネルを筆頭に10以上の異なるジャンルのチャンネルを運営し、1万本以上の動画を作成してきたノウハウの蓄積がある。だからこの話を語る資格があるといった権威づけができると思う。マウントを取る必要はないけど、あなた誰なのっていう疑問を視聴者にも垂れないようにする必要はあるかな。テクニックを、動画右下のチャンネル登録ボタンを表示させる。多分 PC で見ている人は、右下あたりにチャンネル登録ボタンが表示されていると思うけど、このボタンからの登録も意外と多いから、ちゃんと設定した方が良いよ。可愛いアイコンで個性を出すのもいいけど、チャンネル登録をするボタンであることがわかるシンプルなものがいいと思う。あと、開始時間は、動画開始後、何秒でこのアイコンを表示するかの設定なんだけど、5秒くらいがおすすめだよ。動画の最初から出しておくと、動画の一部だと思われて、クリックしてもらえないことも多いからね。このボタンもあれば、押してくれる人もいるかもしれないしね。テクニック6、再生リストを作成しよう。動画を投稿したら、必ず再生リストを作って、その動画を登録しておこう。再生リスト名は、検索キーワードも意識したものがいいね。動画が直接検索結果に表示されなくても、再生リストが表示されて、そこから見てくれる人もいるからね。再生リストには、説明も入力できるので、どんな動画を集めた再生リストなのかを説明する文章を入力しておくと親切だね。裏技的な話をすると、他の YouTuber の人気動画と自分の投稿動画を集めておくと、連続再生をしてもらえる可能性もあるよ。ただし、全く関連性のない動画を再生リストに入れても、視聴者のヘイトを買うだけだから注意が必要だよ。そして、便利な再生リストを作るという行為自体も YouTube にとってはメリットが多いので、自分では動画をあまり作らずに、役立つ再生リストを作るだけで、登録者数を多く集めているユーザーもいるよ。そんな人もいるんだ。時間があればそういうキュレーター的な立場で YouTube に貢献してみるのもいいかもね。テクニック7、投稿する動画のジャンルは絞ろう。ジャンルはなるべく狭く絞った方が良いよ。その方が、視聴者のニーズと動画のズレが少なく、再生数も登録者も上がりやすい。あまり多ジャンルで投稿すると、新規登録者も増えるが、解除者も増えるよ。うぷ主聞いてるか？いろいろ手広くやるのは、良くないんだぞ。なんか怖い。テクニック8、動画の投稿頻度は質の高い動画を高頻度に。理想を言えば、毎日投稿で、質の高い動画を出した方が伸びるけど、仕事との両立など、毎日は難しいという場合もあると思う。とりあえず、手抜きでも毎日投稿とやってしまう誘惑に駆られるが、経験上それだと再生回数登録者数は伸びない。それなら数日おきに、質の高い動画を投稿した方がいいね。急がば回りだね。テクニック9、自己紹介動画を作ろう。チャンネルのホームに、新規の登録者向けの動画を設定できる。これは、チャンネル未登録の人がホームを見た時に再生される。ここで再生する自己紹介動画は必ず作ろう。どんな動画を投稿していて、自分は誰なのか。1分くらいで紹介する動画が理想的だね。チャンネル登録者向けのところには、チャンネル登録者がホームを訪れた時に再生される動画を、設定できるので、チャンネル登録者の節目などのお礼動画や見てもらいたい新コンテンツなどを、設定するのがおすすめだよ。ここを見て登録したくなる時もあるもんね。テクニック10、ホーム画面を設定しよう。ホーム画面では、デフォルトだと投稿が新しいもの順のアップロード動画、再生回数が多い順の人気のアップロードの一覧が表示してあるよ。自分で、おすすめしたい動画や、再生リストをホーム画面に追加することもできるので、積極的に活用したいね。視聴者の目的別に整理した内容にすると、そこから見たい動画を探しやすくなるから、ぜひ、しっかりと設定してほしいね。説明文も入れられるから、便利だね。テクニック11、チャンネルのキーワードを設定する。YouTube スタジオの設定チャンネル基本情報から、チャンネルのキーワードを設定できるので、忘れずに設定しよう。ここにあるキーワードを元に、検索結果に自分のチャンネル名が表示されるから大事だよ。そして、国を日本にするのも忘れずにね。外国にある日本語チャンネルになってしまうと、ほとんど見てもらえない可能性もあるよ。確認しておくね。テクニック12、チャンネル登録者数を表示する非表示にする。YouTube スタジオの設定チャンネル基本情報、チャンネル登録数の表示で表示非表示を設定できるよ。非表示にするメリットは、登録者数が少ない時期に、チャンネル登録をする際の抵抗を減らす、などが言われているね。少なすぎると登録するのをためらう人もいるからかな。
そして、逆に登録者が多くなってきた際のライバルからの嫌がらせを防ぐなども、言われているけど、後者の場合、その多くはあまり良くない天才系動画を上げているチャンネルに、多いみたいだね。基本的に表示で良いと思うよ。表示していれば、100人や、500人、1000人などの節目ごとにみんなへのお礼動画を上げることもできるしね。そうだね。テクニック13。投稿動画のデフォルト設定を行う。動画を投稿するときの、投稿先のジャンル、言語設定などのデフォルト設定をしておくと、毎回設定をし直さなくて済むよ。YouTube Studio の設定アップロード動画のデフォルト設定から行うことができる。特に言語設定は、それほど変えるものではないから、日本語に設定しておいた方が良いね。これで、投稿作業の効率もアップするね。さあこれで、基礎編は終わりだね。先は長いけどお疲れ様です。さあ次は入門編。動画のクオリティを上げるのに役立つテクニックを紹介していくよ。テクニック14。台本を作ろう。何についての動画を作るのか、何について話すのかの台本を作ると、話が脱線したり、言い忘れてしまったりすることがなくなるよ。話の芯になるトピックを作り、最初のうちは、すべての発言を文字起こしする完全台本を作ると話しやすいよ。ただし、棒読みにならないように注意する必要があるね。ゆっくり動画の場合は、機械音声で発音させるので、必然的に完全台本を作ることになるね。生声動画で、撮影する際は、台本の一段落文を話し、噛んだり、言い間違えたら、もう一度、その段落を言い直しするようにして、後で、噛んだ部分や無言の部分をカットすると効率的だよ。どういうこと？例えば、ゆっくり動画の場合は、機械音声で発音させるので、必然的に完全台本を作ることになるね。が一段落なら、ゆっくり動画の場合着替え、みたいに言い間違えたら、ちゃんと、ゆっくり動画の場合は、機械音声で発音させるので、必然的に完全台本を作ることになるね。と言えるまで、そこを言い直して、全体を取り終えた後でカットするんだよ。言い直した部分だけ取り直したりすると編集が大変だし、そのまま放置するのは、視聴者がそこで動画を見るのをやめてしまう原因になるからね。完全台本は最初のうちだけ作って、慣れてきたら、トピックのメモのみでも話せるようになるよ。ただし、テロップ入れの作業をするなら、完全台本はおすすめだね。結局、全部文字起こしするんだもんね。テクニック15。コメントを分析する。視聴者が書いてくれたコメントの分析も大事だよ。動画で伝えたかった内容と動画についたコメントの内容が食い違っているものが多い場合は、動画内容が小難しくなっていたり、説明が足りていないケースがあるから、注意が必要だね。コメントを分析して、次回の動画をわかりやすくするのに活かしてね。コメント自体が少ないのも悩みなんだよね。後でそのあたりのテクニックも紹介するから楽しみにしていてね。テクニック16。動画編集ソフトの選び方。動画編集ソフトにはいろいろな種類があるけど、有料だと Adobe Premiere Pro、Final Cut Pro あたりが有名だね。ただ、Premiere Pro は月額制だし、結構値が張るから、最初は無料ソフトもおすすめだよ。AVI Util は有名だけど、ちょっと使いこなすのは大変かも。一押しは、Vue というソフト。このソフトは動画ファイルを読み込ませると自動でテロップを作ってくれる機能を搭載しているよ。へぇ、すごいね。かなり変換精度も高くて、滑舌の良い人なら、8割くらいは、正確に文字起こししてくれる。無音区間のカットや簡単な編集もできるけど、このソフトでカットとテロップ入れを終わらせて、他の編集ソフトで凝った編集をする、といった使い方が便利だと思うよ。あと、私たちゆっくりを作るのに最適な、ゆっくりムービーメーカー4も無料で使えて便利だよ。ゆっくり動画以外の実写動画の編集も簡単にできるからおすすめかな。あと、複数の画像を重ね合わせて、サムネイルを作る作業も楽だから、結構おすすめかな。収益化できるまでは、無料ソフトもありかもね。ただし、ゆっくりは収益化する場合、発声ソフト、アクエストトークの購入が必要になるからそこは注意が必要だね。テクニック17。動画の無駄な間をカットする。ジャンプカット。編集前の動画にある噛んだり、沈黙した区間はカットするのが大事だよ。また、動画の中で必要のない部分もカットして、前後が繋がらなくなるような場面は、早送りするのも大事だね。見てる側が退屈しちゃうもんね。テクニック18。無料フォントを導入しよう。動画を作るときは、いろいろなフォントを用意しておくと便利だよ。Kフォントやラノベポップは、明るいイメージで、テロップなんかに使う人も多いね。チェックポイントフォントは、少し癖があるけど、サムネイルとかで特徴を出したいときには使えるね。コーポレートゴシックは、上品なイメージの文章に使えるから、持っておくといいかも。いろんなフォントがあるんだね。試してみるよ。テクニック19。動画にテロップを入れる。最近は、フルテロップの動画も増えてきたよね。テロップがあるとミュートでも見れる。聞き間違いを補完できるなどメリットも多いよ。さっき紹介した、Vue というソフトはフルテロップを作る効率を上げてくれるから、本当におすすめだよ。
動画の種類に合わせて、要点のみのテロップ、ツッコミテロップなども使い分けたいね。うん、ルーティン動画とかはない方が良いかもね。テクニック20、字幕をつける。これは、動画自体につけるテロップとは別に、両つべの字幕機能を使って、字幕をつける機能だよ。動画が見やすくなる以外にも、字幕の内容からのキーワード検索による流入も増える。ブリューなどはテロップを字幕に変換してくれる機能もあるので、その点でもおすすめだよ。外国語ができる人は、外国語字幕もつけると海外からのアクセスも見込めるから良いね。字幕も検索に効果があるんだね。テクニック21、動画の解像度とアスペクト比を合わせる。YouTube 動画のアスペクト比、つまり画面の縦横の比率は16対9が基本だから、その比率に合わせて動画を作るといいよ。違う比率で動画を作ると、画面に余白が挿入され、見づらくなる。特にスマホなどで撮っていて、間違えて縦長の動画を撮ってしまった時は、編集ソフトなどで回転し直してから、出力した方が良いよ。解像度は、最大 2160p だけど、普通の動画なら 1080p あれば綺麗に見ることができるから十分だと思うよ。たまに、余白が入った動画があるのはそういうことだったんだね。テクニック22、動画の音量を調整しよう。声が小さくて聞こえないなどに気をつける必要があるよ。生声の場合は、声が割れる直前ぐらいの音量で撮って、編集ソフトで調整するのが良いと思う。大きすぎても困るから、他チャンネルの動画音量や、広告動画の音量などを参考に、調整するといいね。あと、スピーカーとイヤホンでは聞こえ方が結構違うから両方確認した方が良いね。せっかく撮ったのに、何を言ってるか聞き取れないのは残念だもんね。テクニック23、効果音をつける。画面の切り替え時や注目を呼びたいキーワードが出たタイミングなどに効果音を入れるのもいいね。ただし、大きすぎる効果音はイヤホンで聞いていると不快な場合もあるので、注意が必要だよ。音量も頻度も控えめに、必要最小限につけるのがいいと思う。突然すごい大きな効果音があったりするとびっくりするもんね。テクニック24、BGM をつける。BGM は有料のものと著作権フリーのものがあるけど、動画の雰囲気に大きな影響を与えるから、慎重に選んだ方がいいね。フリー BGM はたまに、全く関係のない海外の団体から、著作権侵害の通知がついたりするから、注意が必要だね。明らかなフリー BGM の場合は、異議申し立てをちゃんと行うことが大切だよ。異議申し立てが多ければ、Google 側もその団体に対して、注意して審査してくれるからね。広告料の横取りを目的にした詐欺団体も多いみたいだしね。テクニック25、動画にオープニング、エンディングをつける。動画にオープニングをつけると、そのチャンネルの統一感やオリジナリティを演出できるよ。あまり長いと毎回見るのに飽きるから、つけるとしたら短めがいいね。エンディングでは、次回予告やチャンネル登録を促すのもいいと思う。やっぱり実際にお願いすることの効果は大きいよ。あらかじめ、オープニング、エンディングだけの動画を作成しておき、編集時に挿入すると、毎回一から作成する手間を省くことができるよ。かっこいいオープニングエンディングだとまた見たくなるよね。テクニック26、終了画面を設定する。動画投稿が終わったら、両つべの編集画面で終了画面を設定できるよ。チャンネル登録ボタンや、おすすめ動画のリンクを配置しておくと、それらの動画を続けて視聴してもらえる可能性が上がるよ。エンディングを作るときに、チャンネル登録ボタンやおすすめ動画ボタンの位置に、コメントなどをあらかじめ挿入しておくのも良いね。うちのチャンネルだとこんな感じのコメントを入れているよ。終了画面は、動画末尾の5から20秒表示できるけど、あまりにも短い動画には挿入できないから、注意が必要だね。動画の終了画面から、他の動画を視聴してくれる回数も結構大きいもんね。テクニック27、カード機能を使おう。カード機能も、両つべの編集画面で設定できるよ。カードは、自分の動画の途中に、他の動画や再生リスト、URL リンクなどを、5つまで設定できるリンク機能だよ。過去動画への誘導に使ったり、紹介したいウェブページのリンクなどを設定するのがおすすめだね。動画の途中でマークが出るやつだね。テクニック28、動画概要欄を充実させる。動画概要欄の先頭、3行はキーワード検索結果にも表示されるから、動画を見たくなるような文章を短く、先頭に書いておくのがいいね。概要欄では、再生リストやおすすめ動画のリンクなども載せると効果的だね。長い動画は、目次も概要欄に載せて、動画内で詳細は概要欄を見てねと呼びかけるのも便利だね。概要欄の再生リストは結構見てもらえたりするもんね。テクニック29、動画に目次をつける。長い動画は動画概要欄やコメントに目次をつけて動画内の時間を載せておくと、その場所にジャンプできるようになるので、再生回数、視聴時間を増やせるよ。ただ、あまり短い時間の動画でやると、その部分しか見てもらえないかもしれないから、悩みどころだね。音楽のアルバム系の動画で目次がついてると助かるよね。テクニック30、ハッシュタグをつける。
動画概要欄でハッシュタグを使うと検索されやすくなるよ。シャープ記号に続けてタブを入力して、タブとタブの間は半角スペースで区切って使うんだ。ハッシュタグは、どこに書いても、動画タイトルの先頭に表示されるから。宣伝目的で文章を入力して使う人もいるね。ツイッターみたいだね。テクニック31。タブを入れる。タブは、編集画面で入れることができるよ。タブ設定は、動画に関連したものを入れるのが大事だよ。自分の名前なども含めると、関連動画に自分の動画が出やすいのでこれもおすすめだよ。同ジャンルの YouTube のタブ設定を参考にするのも有効だね。動画に設定されたタブの情報は標準だと表示されないから、ウェブブラウザで、ページソースを見るか、Google Chrome のプラグインを導入することで見ることができるよ。テクニック32、サムネイルには力を入れる。サムネイルは、動画の再生回数を左右する重要な要素だよ。必ず、カスタムサムネイルで、オリジナルのものを設定する方が良いよ。まあ、あえて、動画内の場面をそのまま出して、意外性を演出する方法もあるけど、例外だね。サムネ作成ソフトとしては、フォトスケープが無料で使えて良いよ。ただ、文字にグラデーションをかけたり、凝った文字飾りが付けられないから。最近ウプ主は、ゆっくりムービーメーカー4で作成しているかな。サムネの文字はあまり多くならないように、10字程度にするのが良いね。YouTube 検索されるような具体的なキーワードは動画タイトルに入れるようにして、サムネにはメッセージ性のある言葉などを入れるようにした方がいいね。ただし、釣りサムネは、視聴者のヘイトを買うのでおすすめしないよ。フォントは見やすさ重視で、太めにして、なるべく大きなサイズにすると良いよ。あと、サムネの右下は動画時間の表示が入るので、文字を置かないように気をつけた方が良いね。右下の時間表示は被ると悲しいよね。あとは、これはいろいろなところで役立つ知識だけど、画像のファイル形式には、PNG、JPEG があるよ。PNG は非圧縮なので、サイズは大きいが、高画質、背景透過なども可能になる。画像素材向きの形式だよ。JPEG は、圧縮形式なので、ファイルサイズが小さくなるよ。サムネなど、アップロードできる容量に制限のある場合は、JPEG で投稿するようにすると良いよ。テクニック33。動画タイトルに複数のキーワードを盛り込む。新規チャンネルは関連動画、おすすめには乗りにくいけど、キーワード検索には比較的簡単に乗ることができるから、チャンネル規模が小さいうちは、キーワードを大事にした方が良いよ。アクセス数の多いキーワードは、Google トレンドというサイトで調べることができるから、話題性のある旬なネタで動画を作るのも良いね。観光系の YouTuber さんなんかだと、テレビ報道よりも前に旬なスポットやイベントを動画にして、爆発的に再生数が伸びた人もいるみたいだね。テクニック34。PC スマートフォンテレビでの動画の見え方を確認する。PC で動画編集をしている場合は、他のデバイスでの見え方も確認した方が良いよ。特にスマートフォンは画面が小さいので、サムネイル、文字の大きさなどが適切か確認するのは大事だね。動画の音量もデバイスによって違うからチェックするといいね。スピーカーで聞いた時の音量、イヤホン、ヘッドホンで聞いた時の音量も確認するとかなり理想的だよ。編集中の音声と、エンコードした後の音声の感じも結構違ったりするもんね。後訪れも怖いしね。テクニック35、動画の視聴維持率再生時間を高める。自分の動画が多くの人のおすすめやトップページに表示されるには、再生回数より、視聴維持率、総再生時間が重要になるよ。話の展開や、テンポなどを意識し、最後まで見てもらえるよう工夫するのが大事だね。動画のアナリティクスで視聴維持率がどのタイミングで減っているかも確認できるから、その動画のどの部分が視聴者に飽きられやすかったのか問題も見えてくると思うよ。あと、視聴維持率は下がっていくだけでなく、上昇するタイミングがある場合があるんだけど、それは視聴者が動画を途中でスキップして最後の方の結果だけ見ている証拠だから、工夫して全体を見てもらえる割合を上げる必要があるね。視聴維持率のグラフを見るのも大事なんだね。テクニック36、コミュニティガイドラインを遵守する。両つべのコミュニティガイドラインは定期的に確認した方が良いよ。差別的な表現、スパム、著作権侵害などをしていないかチェックすることも大事だし、新たに加わった項目などはちゃんと見た方が良いね。Google 検索で、動画で使えるフリー画像を探すときは、検索画面のツールボタンで、再使用が許可された画像を選択して検索すると、クリエイティブコモンズの画像などを抽出することができるよ。その場合もちゃんと画像元をたどって、動画で使って良い画像か確認した方が安全だね。いろいろ厳しくなってきているけど、ルールは守らないとね。テクニック37、完璧主義を目指さないこと。編集、ルールなど厳しい内容が続いたからちょっと小休止しよう。編集が大事とは言っても、最初から、完璧な動画は作れないから、自分のライフスタイル、自由時間に合わせて、無理せずに動画作成、投稿頻度を決めるのが一番だと思う。毎日投稿にこだわりすぎて、体を壊してしまっては意味がないからね。あと、凝った編集よりは、内容重視で動画を作るのも最初のうちは良いと思う。
日常の一場面を撮影して、切り取って動画を作るのもいいと思うよ。うぷ主が好きな YouTuber のぴょこたん先生は、自分のうんこで動画を作ると言っているけど、その意味は、自分の仕事風景などを動画にして、面白い部分だけを切り取って動画を作る方が、無理なく続くということだね。特殊な仕事をしている人は、それだけで興味を持ってもらえるかもね。もちろん明らかに不快な内容は NG だけどね。テクニック38。個人情報の写り込みに注意しよう。実写系では、住所が載っている郵便物や、会社名などの写り込みに注意しよう。バレたくない情報は、モザイクをかける。あらかじめマジックなどで塗りつぶすなどの対処をしよう。街取りで、看板に載っている住所から特定された人もいるので、そういう部分も注意が必要だよ。あと、PC の操作画面の録画などで、アカウント情報やパスワードなどが映り込まないようにすることも大事だね。世界中に公開するだけに、最新の注意が必要だね。テクニック39。画質にこだわる。実写動画は、画質も大切だね。iPhone なども最新機種に近いものはかなり高画質に撮れるよ。スマホは基本的に、インカメラ、液晶側のカメラよりアウトカメラ、背面側のカメラの方が、高画質なので、アウトカメラを使うようにする。アウトカメラの撮影で、撮影画面を確認したいときは、ミラー付き自撮り棒などがおすすめだよ。そして、余裕があれば専用のデジタルビデオカメラで 4K 撮影をすると世界が広がるよ。編集時の動画出力は、なるべく高画質がいいけど、画質を高めるほど容量が大きくなるので、注意が必要だね。10分動画で 1GB 程度が目安になるかも。4K の動画は本当に綺麗だもんね。私もいつか撮ってみたいな。テクニック40。外での撮影ではカメラ揺れをなくす。外での撮影では、カメラの揺れをなくすことが大切になるよ。定点撮影なら、基本的に三脚などでカメラを固定するのが一番だね。散策動画なら自動で揺れを軽減してくれる GoPro などを使うのがおすすめだよ。カメラが揺れてると見ているのが辛いもんね。テクニック41。照明を使って動画を明るくする。動画撮影では、できれば照明を使って画面を明るくした方が、血色いい動画が撮れるよ。実写動画だと、日常生活と、両つべ動画の違いをいかに演出できるかが大事だから、照明を使うだけで、結構雰囲気が出るよ。私も照明買いに行こう。テクニック42、フリートークの練習をする。いきなり動画撮影はなかなか難しいから、カメラを回しながら、フリートークの練習をするのも良いね。滑舌の改善や沈黙しないアドリブ力など、ライブ配信でも役立つ力が身につくよ。特に、カメラに向かって話すのには慣れが必要だから、カメラの向こうに視聴者がいることを意識しながら話す練習は大事だよ。初めて、自分の声を動画越しに聞くと結構違和感あるよね。テクニック43、顔出しをする。顔出しをするとその人のキャラクターを知ってもらうことができるのが一番のメリットだね。視聴者に親しんでもらう上では大事だけど、職場や学校に知られたくない人もいるから、できる範囲でやるのが良いね。うぷ主は最近寝不足気味で、実写撮りたくない病にかかっているらしいよ。まあゆっくり動画作りが楽しいだけかもよ。テクニック44、動画内のアイテムで特徴をつける。最近だと、屋内でレビュー系の動画を撮る人でも、近くに植物を置いたり、可愛いぬいぐるみを出したり、おしゃれな家具、インテリアで癒しを演出したり、その人の雰囲気をうまく伝えている人も多いよね。ちょっとした小物を毎回登場させるのも、良いかもね。うん。いろいろと工夫次第で独自性は出せる気がするから研究してみるといいよね。テクニック45、動画内でチャンネル登録を呼びかける。両つべを始めた頃は、チャンネル登録をお願いするのは気恥ずかしかったけど、やっぱり、視聴者に登録をお願いするのは大事だと思うよ。ただ、チャンネル登録するメリットをちゃんと伝えることも大事だと思う。あと、登録方法を知らない人もいるので、アニメーション解説などを入れると親切だね。チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、このチャンネルでは、こういった役立つ情報の動画以外にも、うぷ主が専門にする哲学などの動画を上げていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。テクニック46、動画に対して、友人から感想アドバイスをもらう。自分の作った動画はどうしても愛着が湧いてしまってよく見えがちだし、逆に厳しく見すぎてしまう人もいるから、友達に自分の動画を見てもらって、客観的なアドバイスをもらうのも有効だよ。特に、再生数、登録者が少ないうちは、データも集まりづらいし、コメントも少ないから、自分の知人から意見をもらって動画の改善に活かすことをおすすめするよ。私も霊夢にいろいろ感想をきっと参考になるよ。テクニック47、動画の投稿時間を固定する。動画の投稿時間を固定すると、その時間にあなたの動画を見に来る人が増えるよ。視聴者目線で考えるといつもどの時間にあなたの動画が上がるか分かっていた方が、見に来やすいしね。
あと、視聴者の生活のリズムの中に、この時間はこのチャンネルを見ようと、あなたのチャンネルの存在を取り入れてもらう意味でも、投稿時間は固定した方がいいかな。あんまり夜遅くだとすぐには見れないしね。テクニック48、外部サイトを使って動画へのアクセスを増やす。他のサイトで動画を紹介するのも有効な方法だよ。SNS、Twitter、Facebook、Instagram、TikTok、ブログ、ノート、ネバーまとめなど、いろんなサービスがあるね。記事で紹介した内容を動画で詳しく紹介すると見てくれる人も増えると思うよ。あと、YouTube 動画は Google 検索から見に来る人も多いから、YouTube と他のサイトにある動画リンク、両方がヒットするようになるのは利点だね。そうか、ブログに動画を貼るのも良さそうだね。テクニック49、非公開、限定公開、公開の違いについて。非公開は、誰からも見られない。ただし、両つべの AI や管理者からは見えるので、著作権侵害などコミュニティガイドライン違反の動画は上げないこと。限定公開は、チャンネル登録をしている人のみに公開されるよ。ライブ配信のアーカイブなどを限定公開にしている人も多いね。公開、すべての人に公開される。Google 検索からも流入するので、基本的には公開がいいね。非公開動画も注意しないとね。テクニック50、予約投稿で視聴回数を最大化する。固定した時間に動画を公開するには予約投稿機能を使うのがおすすめだよ。 YouTube がよく見られる時間についてはアナリティクスから確認が可能なので、視聴者が多い時間帯曜日に予約投稿するのがおすすめだよ。ただライバルも多いので、あえて時間をずらす方法もある。投稿時間をチャンネルアートに書く人もいるけど、自分の動画を見てもらう時間を登録者の生活時間に含めてもらう意味ではいいかもね。ライバルが多いと大変だよね。テクニック51、プレミアム公開の活用方法。プレミアム公開は、指定した日時にライブ配信と同じ形で動画を公開できる。投稿者、視聴者がリアルタイムで動画にコメントできるので、臨場感が大事な動画にはいいかもね。視聴者とコメントをやり取りしながら一緒に動画を楽しめるよ。事前に SNS などで拡散しておくと、人が集まりやすいと思う。あと、予約投稿と違って、何時にプレミアム公開が始まるのか、登録者から見えるのもメリットだね。ただし、解説動画など、最初から動画を見ないと楽しめない動画はあまり向かないかもしれない。なるほど、プレミアム公開も楽しそうだね。テクニック52、両つべライブ配信をしてみよう。両つべライブ配信は、視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを取れるので、おすすめ。ゲーム実況などに向いている。解説系なら、質問回答配信とかがいいかも。雑談配信は結構難しいから、あらかじめ無言にならないようにコンテンツを用意することをおすすめするよ。あと、配信した映像は動画アーカイブとして残すことや、アーカイブの公開、非公開の設定ができる。ライブ配信は収益化後なら、スーパーチャットという投げ銭を視聴者からいただくこともできるよ。そして、収益化条件の4000時間が満たせないという人は、ライブ配信は比較的再生時間数が増えるので、ライブをたくさん行うのも良いと思う。注意点は、最初にライブ配信をするときは、審査時間が24時間程度かかるので、チャンネルを作って動画を投稿し始めたら、早めに審査開始のボタンを押しておくことをお勧めします。また、配信内容に問題があるとバンの対象にもなるよ。コミュニティガイドライン違反はもちろんダメだけど、配信場所で流れている音楽や、政治的運動の声などで、配信バンになることもあるから、注意が必要だね。ライブはまだやったことがないけど、利用申請は出しておいた方が良さそうだね。テクニック53、著作権侵害のトラブルを回避する方法。両つべで著作権が問題になるものだと、音楽、ゲーム配信、画像、動画素材などいろいろなものがあるけど、著作権侵害でトラブルにならないために、一番良いのは著作権者自身に了解を得ることだね。本などは、出版社、著者自身に連絡を取ってみると良いと思うよ。ゲームでは、PS4 などは、配信制限期間以外は動画化可能と思われがちだけど、その範囲でも削除申請が来ることはあるし、BGM が問題になる場合もある。発売元、開発元にメールなどでコンタクトを取ると、この範囲なら OK ですよと許可をもらえることもあるし、場合によっては、この画像サムネなどに使ってくださいと素材をいただけるケースもあるから、悩んだらコンタクトを取ってみることをおすすめするよ。ウプ主の場合、実際に連絡を取ると、そのゲームを愛するファンの一人として、大切にしてもらえることがほとんどだったよ。動画化することで、相手にとってもメリットがあることを伝えられれば許可されるケースも多いと思う。有名実況者のガッチマンさんなどは動画化の許可を必ず取っていると話していたよ。ノベルゲームなど、ストーリーが大事なゲームでは、ネタバレなどを嫌がる傾向が強いので、レビュー動画などそれ以外の部分で、いかにそのゲームの魅力を伝えるかが鍵になるかな。ゲーム会社と配信者相互の利益になることが大事なんだね。そういえば、前にウプ主は、ゲームのロゴ画像とかもらってたね。テクニック54、動画作成自体を楽しむこと。
動画のクオリティを上げる上で、一番大事なのは、動画作成自体を楽しむことだね。このチャンネルも、最初の動画を作って、投稿した時のドキドキ感、ワクワク感は忘れられないかな。最初に登録者がついた時の喜び、最初のコメントを読んだ時の感動は、今でも宝物です。そして、それから登録していただいた方にも本当に感謝しています。毎日投稿などに伴うノルマ感は大変なので、まずは本当に作りたい動画を作るといいと思うよ。編集能力などは後からついてくるので、まず自分が一番作りたい動画を作ることをおすすめするよ。この動画は作りたいけど、視聴者のニーズからずれるなと思うときは、サブチャンネルなどに投稿することもおすすめだよ。そうだね。一人でも見てくれる人がいるなら頑張れるもんね。テクニック55、アナリティクスを見る頻度について。アナリティクスを見ることは、投稿動画の質を高める上で重要だけど、見すぎないことも大事だね。1日1度で十分だと思う。最初のうちは見すぎてしまうけど、見るべきポイントを絞る方がいいよ。ウプ主の場合、動画投稿2時間後ぐらいを目安に、リアルタイムでの過去48時間の再生状況と、過去90日間での再生や、登録者の多かった動画の情報を確認しているよ。逆に、チャンネル解除者が多い動画については、その動画から登録を解除する人が多いので、非公開を検討するのも大事だね。その動画の本当の評価は、3ヶ月くらい様子を見ないとわからないから、上げた直後にあまり再生数が上がらなくても、少し時間を置いて分析した方が良いね。ついついアナリティクス見ちゃうけど、その時間で動画の質を上げるのも大事だね。テクニック56、動画一覧の見た目にこだわる。サムネイルが大事ということはすでに触れたけど、一覧表示した時の見た目も大事だと思うよ。あまりに多様なサムネイルが続かないように変化をつけると興味をそそられるね。サムネイルは、一目でその人の動画だとわかる統一感も大事だけれど、しっかり一つ一つのサムネイルに力を入れていると感じると、登録したくなる。フォントのスタイル、色などにもバリエーションを持たせ、無機質な感じがしないように毎回工夫するのがおすすめだね。同じようなサムネばっかりだと、他の動画をクリックしづらいもんね。うちのチャンネルの最近の動画一覧はこんな感じだよ。なるべく背景は被らないものを使って、シリーズものはある程度の統一感を持たせて、フォントや色で差別化しようとしているよ。まあ改善点はまだ多いけどね。なるほど、並べた時の見た目も大事なんだね。テクニック57、チャンネル全体のストーリーを大事にする。ここの動画のクオリティを高めつつ、そのチャンネル全体が何を目指しているのか、解決しようとしているのか、大きな流れを持つことも大切だよ。例えば、この生きるための学びチャンネルでは、働くこと、学ぶことをメインに動画を作っている。哲学、心理学、通信制大学、IT 技術など少しジャンルはばらけているけど、生きることを精一杯楽しむことをコンセプトに動画を作っているよ。本当は、もう少しジャンルを絞りたいところだけどね。メインチャンネルがある程度伸びてくると、そのチャンネルの方というか、やりたいけど、できないみたいな部分が増えてくるので、雑多なことをやるサブチャンネルを作るのも精神衛生上良いと思うよ。いろいろやりたくなるよね。テクニック58、人気の出ない動画は削除非公開にする。動画を非公開にするのは、投稿者にとっては辛い決断だけど、目安として半年程度経っても、伸びない動画はあえて非公開にすると登録者の伸びが増えることもあるよ。チャンネル登録をすると、ランダムでそのチャンネルの過去の動画が、登録者に表示されたりするから、過去動画の質も大事なんだ。特に、登録者の離脱の多い動画はチャンネルニーズとのズレが大きい可能性が高いので、消した方が良いと思う。動画を非公開は辛いけど、時には消すことも大事なんだね。動画のクオリティを上げるテクニックについては以上だけど、参考になるものは取り入れてみてね。次は、応用編だよ。ここでは動画投稿者の悩みの種、動画のネタについて話していくよ。ネタ切れの時どうするかは本当に悩むよね。うん。そんな人のために、動画のネタの増やし方、膨らませ方についてのテクニックを紹介していくよ。テクニック59、時間がないめんどくさいを動画で解決する。動画には、面白い動画、役に立つ動画があるけど、よくある何々をする時間がないめんどくさいを解決する動画を作るととても喜ばれる。このチャンネルの例で言えば、少し難解な哲学書を解説したり、通信制大学のシステム面で注意すべき点を取り上げた動画などは、喜ばれる傾向が高いね。みんな問題を解決したいと思っているけど、時間がなくてできないという場合も多いんだ。それを動画投稿者が代わってやってあげることで、十分役に立つ動画は作れるよ。役立ち動画は、爆発的な再生数は見込めないけど、長期的にアクセスが見込めるから、投稿者がかけた手間が、後々チャンネルの成功につながりやすいよ。この動画で言うと、再生回数、登録者数の増やし方についての動画はたくさんあるけど、小出しにテクニックを紹介するもの、チャンネル版につながるような怪しいテクニックを紹介したものも混じっているから、ウプ主が実際にやって効果があった方法を、網羅的にまとめた動画があったら便利だろうな。
という気持ちで作ってみたよ。確かに、ソフトウェアの使い方とかは、文字で読むより動画の方がわかりやすいから、よく YouTube で調べるね。テクニック60、知識系動画で再生数を伸ばす。問題解決型の動画と似てるけど、単純に他の人の知的好奇心を満たす知識系動画も良いね。エンタメ要素が入れやすい歴史、オカルト、都市伝説は良いかも。ただ、完全にエンタメ寄りにするか、科学的検証風にするかは悩みどころだね。ムースタイルでいくか、大月教授スタイルでいくかだね。うん。エンタメが見たい人にとっては、科学的検証は野暮に感じるし、知的な動画が見たい人は、モヤモヤするからね。このチャンネルだと、後者のスタイルに近いかな。世界5分前仮説の動画を作った時は、後半は哲学的な意味についての考察もしたから、そこの部分で視聴者の興味が綺麗に分かれたよ。エンタメパートと解説パートで動画を分けるのもありかもね。知識系は、問題解決動画と同じく爆発的な再生数は伸びないけど、長期的に多くの視聴者を獲得できるからおすすめジャンルの一つだよ。テクニック61、ヒット動画から、派生動画を作る。動画投稿数が増えてくると他の動画に比べて、再生数が多いヒット動画が出てくると思う。そういうヒット動画から派生動画を作るのもおすすめだね。派生動画を作る場合は、登録者はヒット動画をすでに見ている可能性が高いから、あまり重複しない新規の内容を盛り込むと良いね。ただ、新規に派生動画から見た人向けに、ヒット動画への誘導も行うと、新旧の動画の視聴回数が上がっていくよ。動画を作ってしばらくしてから、その動画に盛り込めばよかった内容を思いつくことも多いもんね。テクニック62、過去のネタのバージョンアップ動画を作る。動画投稿を続けていると初期の動画ほど、手直しをしたいという気持ちも強くなると思う。そこで自分の過去動画をよりわかりやすく、丁寧に作り直してみるというのも有効な手段だと思うよ。また同じ動画かと思われない？確かに新鮮さはないけど、過去の動画に少し物足りなさを感じていた人は、新たに見てくれることも多いよ。旧バージョンの方が好きという人もいるかもしれないから、古い方の動画はそのまま残してもいいし、あまりにも質が悪いと思ったら非公開にするのも手だね。テクニック63、動画の情報量を増やす。知識系の動画は、わかりやすさと情報量が命だね。なるべく多くの情報をわかりやすく伝えられるのが理想だと思う。そして、会話のスピードも大事になってくる。短時間で多くの情報を効率よく知りたい人には、口調が早めの動画が好まれる傾向にあるね。メンタリスト DAIGO さんのように、早口気味で話す方が頭のキレの良さが伝わるというメリットもあるね。一方で、もう少しゆっくり聞きたいなと思う人も一定数いるから、ゆっくりめで作った場合は、動画の冒頭で、時間のない方は倍速再生もおすすめですなどの、補足やコメントを入れるのも手だね。うぷ主の感覚だと、少し抽象度が高くて、視聴者が考える時間が必要な内容は、ゆっくりめに作るか、言葉の間を長めに取るのが良いみたいだね。ゆっくり動画の場合、標準の100だと、普段の日本人の会話に比べてかなり遅く感じるから、標準は125に設定しているよ。私みたいに、声が高い子は、標準の読み上げ速度自体も上がるから、音程に合わせて速度調節してみてね。テクニック64、動画数を増やす。最初のうちは、登録者数がほとんどつかないけど、原因は、動画数が少なすぎるという場合がほとんどだよ。有名人の場合、短い動画1本で数十万の登録者がつくこともあるけど、それは例外だと思う。最初のうちは質の高い動画を増やすことを大事にした方がいいね。数にこだわって、質の低い動画を大量に投稿するのは、絶対にやめた方が良い。バンの原因にもなるからね。軽めの動画をたくさん出したい場合は、サブチャンネルを作ってそちらに上げるのが良いと思う。そこからメインチャンネルに人を流すという作戦だね。見たいなと思える動画がたくさんあると、一度で全ての動画を見ることができないので、チャンネル登録しておこうという視聴者の心理につながるよ。目安は、最低10本ぐらい。見どころの動画が、50本ぐらいを超えると登録者が毎日一定して増えていくようになるよ。秒つべを連続して見る時間には個人差があるけど、見たい動画が、2時間分以上あるようなチャンネルは登録しておきたい気分になるね。ここで、動画が伸びる仕組みについて話しておくと、100再生、500再生、1000再生ぐらいの区切りで、おすすめ、関連動画に乗りやすくなるタイミングがある気がする。多分、視聴維持率、総再生時間も関係していると思うけど、目安にはなるかな。このチャンネル面白そう。動画も多いし、チャンネル登録しておこうという気持ちを起こすんだね。テクニック65、初心者は長めの動画を作る。動画数を増やすのと合わせて、初心者は長めの動画を作ることをおすすめするよ。まず、情報量の多い動画、そして自分、投稿者が何者かが伝わる、体験談的な内容が多く含まれている動画を作るのが良いね。
なぜ、情報量が多いと良いかというと、まず真似されにくくなるから。手軽にアクセスを集めたい人の中には、キーワード重視で、内容の薄い動画を量産する人が多い。言い方は悪いけど、パクリ対策のために情報量の多い動画がおすすめなんだ。そして、動画の内容と関連して、投稿者自身のエピソードも伝えていくと、他の人にはない個性が伝わって、投稿者自身のファンもつきやすくなるよ。なるほどね。無駄に長い動画は嫌だけど、濃い内容だと見たくなるもんね。テクニック66、長い動画と短い動画どっちが良いか。これも悩みがちだけど、動画の性格によると思うよ。面白系動画は、短いものでも良いけど、知識系動画は短く区切るよりは、目次をつける方法もある。長い動画は視聴維持率を保つのが難しいけど、動画をある程度伸ばすためには、結果的に総再生時間が必要だから、長い動画でも一つにまとめるメリットはある。今見ているこの動画がまさにそういう目的だね。うつ主が持つ全てのノウハウを伝えておきたいというのがコンセプトだよ。動画の長さについて大事なのは、その長さである必然性だと思う。収益について言えば、10分以上の動画は複数の広告が入れられるからメリットがあるとよく言われるけど、無駄に尺を稼いでいる動画は視聴者目線だと丸わかりだから、長期的なメリットは少ないね。投稿者目線ではなく、視聴者目線で考えるのが大事だよね。テクニック67、時事ネタか、長期ネタか。ニュースになっているネタは、当然キーワードでの流入が増え再生回数は上がりやすい。ただ、よほど役に立つか、あなたに魅力を感じない限り、登録者は増えづらい傾向にあるね。特にトレンドネタは、投稿者自身に、そのネタを扱うだけの理解や知識が求められるから、単に流行っているという理由だけで取り上げるとバッシングや売名目的などの、ヘイトを買いやすいから注意が必要だね。一方、長期ネタは、投稿直後はあまり伸びないけれど、ポツポツとコンスタントに再生され、質が良ければ登録者につながるよ。両方、バランスよくやるのが一番だと思う。トレンドネタで、人を集めて、自分の強みや考え方を伝えて、この人、ちょっと面白そうだから他の動画も見てみようと思わせるのが大事だね。なるほど、勉強になるね。テクニック68、他の YouTuber とコラボする。多くの YouTuber がやっているけど、コラボもチャンネルの成長にはメリットが大きいよ。コラボをすることで、お互いの登録者をシェアすることができるけど、同ジャンル同規模のチャンネルで行うのが一番だね。同じようなジャンルで行わないと視聴者のニーズにズレが起きるから、コラボした両方のチャンネルにアンチが増えたりする可能性もある。コラボは登録者が少ない時期でも、積極的に行いたいけど、普段以上に動画の質を上げる工夫をした方が良いね。あと、ゆっくり動画はコラボに向かないジャンルの一つだから、このチャンネルがコラボするときは、生声動画になると思うよ。この動画を作るきっかけになった再生数登録者に悩んでいる友人は、現役の生物系研究者なので、文系と理系のコラボをいつかしたいと思っているよ。文系理系コラボ面白そうだね。テクニック69。関連動画、あなたへのおすすめに動画を表示させる方法。投稿した動画が、関連動画やあなたへのおすすめに出るまでの期間は、あなたの動画の総再生時間や、再生回数にも左右されるよ。YouTube 側が、スパム動画の投稿を抑制するための仕組みだと思うけど、1ヶ月から、3ヶ月くらいはかかると思った方がいいね。さっき伸びない動画は非公開にした方が良いという話をしたけど、数日で判断しないで、3ヶ月から半年は様子を見た方が良いね。気長に待って、ヒット動画をたくさん育てるのが一番だと思うよ。たまに全然知らないチャンネルの動画がおすすめに出てきて、ファンになることあるけど、おすすめや関連動画に乗るまでは結構時間がかかるんだね。テクニック70、人気の YouTuber がやっているネタをアレンジする。人気 YouTuber がやっているネタを自分なりにアレンジしてやってみるのも効果的だよ。これらは定番のネタ、お題でもあるから、やらないよりは、やってみるのをおすすめするよ。ただし、過激で、危険な方向にアレンジするのは NG だし、自分の個性がちゃんと出るようにするのが大事だね。これらのネタの動画は人気 YouTuber の動画の関連動画には乗らない可能性が高いけど、同規模の同ジャンル動画の関連動画には乗る場合があるから、人気動画から波及的に再生数が広がってくる可能性はあるよ。まさに波に乗るって感じなんだね。テクニック71。他のサイトでネタを探す方法。ネタの探し方、広げ方の方法として、用つべ以外のサイト、例えば Amazon のおすすめ商品なども参考になるよ。Amazon では、その商品を買った人が一緒によく買っている商品が表示されるから、そういう関連検索を利用することで、隠れたニーズや、自分では思いつけないようなネタを見つけることもできるよ。うつ主は、読書や学問関連がメインだけど、書籍や映画、音楽、食べ物なんかにも応用が効くよ。本や論文だと参考文献とかが載っているけど、こういう関連情報から、ヒントを得るテクニックは昔から大事だよ。おすすめ商品追加痛くなるもんね。ネタの探し方については以上だけど、
普段の生活で思いついたネタやアイデアをメモに残しておくことも大事だよ。思いつきは思いつきに過ぎないから、忘れる前に手帳でも、携帯のメモでもいいから残しておくと良いね。次は、コミュニケーション編。視聴者との交流を深める方法だね。コメントがつくといつもドキドキしちゃうよ。うん。視聴者とのコミュニケーションは、動画投稿者にとって一番気を使う時だけど、一番楽しい時でもあるよね。毎回動画にコメントをくれる視聴者さんが増えると嬉しいし、視聴者からもらうフィードバックをもとに動画の質を上げることもできるから大切な要素だね。テクニック72、ネガティブなメッセージを視聴者に伝えない。動画投稿を始めたての頃によくあるんだけど、動画内で、登録者数も少ないチャンネルで、動画の質が低くてすみません。などの、ネガティブなメッセージを言う人がいるんだけど、登録者からすると不快だし、動画の質については、分かっているなら改善してよと投稿者の甘えに見えてしまうことが多いね。奥ゆかしきは美徳だけど、動画を投稿する以上は、気持ちだけは、一人前に YouTuber として動画を作るのが大切だね。もちろん、動画内での誤りについては、コメントで謝罪するなどの誠実さも大事だけど、卑屈さは避けなければいけないね。私もつい誤りがちだから気をつけよう。テクニック73、うちはネタは避けよう。これは、一般社会でも言えるけど、うちはネタは避けた方が良いね。うぷ主は仕事柄、業界の交流会とかによく参加するんだけど、同じ学校ネタとかが長時間にわたったりすると、関係ない人はうんざりしちゃうからね。その人自身に人気があって、その人の背景を面白おかしく伝える目的以外ではほぼ使えないね。これは、うぷ主自身の経験なんだけど、オンラインゲームでフレンド参加型の配信をやったりすると、ゲームを一緒にプレイしたい視聴者さんは集まるし、登録者も増えるんだけど、だんだんと浮き輪感が出てしまって、新しい視聴者さんが参加しづらくなる場合がある。視聴者参加型と普通の配信やレビュー動画の投稿などを交代で行うなどの工夫が必要だね。あと、コラボもあまり頻繁に同じ人とやると投稿者とコラボ相手両方のファンは楽しめるけど、コラボ相手自身はあまり好きでないという視聴者は離れてしまうから注意が必要だね。投稿者と自分の興味が一致しているというのも大事なんだね。テクニック74、動画へのコメントを促す方法。まず、動画内でコメントをお願いしますと実際に言うことが大事だね。この動画であれば、自分はこんな方法で再生数、視聴者を伸ばしているという方がいれば、ぜひコメントお願いします。とかかな。感想コメントは、自然と増えるけど、ついコメントしたくなるような誘導ができると良いね。また、最近はよく見かけるけど、自分で最初のコメントを投稿し、視聴者がコメントを投稿しやすい雰囲気を作るのも良い方法だね。特定のコメントをトップに固定することもできるから、自分で初コメントをして、固定しておくのも良いね。確かに、コメントのない動画に、最初のコメントを書くのは勇気がいるという人もいるもんね。テクニック75、コメントへの返信はなるべくしよう。コメントへ返信すると固定ファンが増えやすいから、なるべく返信はした方がいいね。ただ、無理のない範囲で行う方が良いね。質問コメントには丁寧に回答してあげた方が良いよ。ただ、動画内でしっかりと話している内容をコメントで聞いてくる人もいるから、その場合は、動画時間のリンクを貼ってその部分を見てもらう方がいいかもね。質問が多い場合や、説明が伝わりづらい場合は、補足説明や回答動画を別に上げるのも良いかな。ごく稀に、ただのくれくれたコラさんもいるから、その場合は、注意しよう。ギバーとテイカーじゃないけど、もらうだけの人には実生活でも注意をした方がいいね。動画にしたコメントに返信が来ると嬉しいもんね。テクニック76。自分と同ジャンルで伸びている動画、伸びていない動画を分析する。自分と同ジャンルの動画を分析すると、そのジャンルがそもそもどれぐらい見たい人がいる。ジャンルなのか、視聴回数の規模が分かってくるよ。その上で伸びている動画が伸びている理由を分析していく。もともと登録者が多いチャンネルなら、その人の人気動画を見て分析してみるのがいいかもね。どのチャンネルも登録者が劇的に増えたヒット動画があることがほとんどだから、そのヒット動画から学ぶことは多いよ。一方、あまり伸びていない動画を分析するときは、何が原因か考えてみるのがいいね。声が小さかったり、画面が暗いといった動画の質に問題があるのか、それともサムネイルやタイトル、概要欄に問題があるのか、そういった部分を参考にして、自分の動画作りに活かすと良いね。ブレイクしたチャンネルだと、おまんま食べるだけの動画でもすごい再生数だもんね。うん。そういう動画を見ると羨ましく感じるかもしれないけど、意外とちゃんと面白くなる工夫がしてあることも多いし、人気が出るまでの努力も凄まじいからね。テクニック77、同ジャンル動画へのコメントも参考にする。動画投稿を始めたばかりの頃は、コメントもつきにくいから、同ジャンルの人気動画についたよくある質問コメント、こんな動画みたいですコメントなどから、ヒントを得て、動画化していくのも良いね。
その投稿者方の分野に興味を示したりした場合は、続編が作られないこともあるから、タイトルなどを工夫して、その動画の関連動画に載ることを目指してみるのが良いと思うよ。ただし、そのコメントが動画の内容についての興味から来るものなのか、投稿者自身への興味に基づくものなのかは、注意した方が良いかな。内容への興味だったら、その内容についてより深く知りたい視聴者に自分の動画を見てもらえる。可能性も高いけど、その人がやるから見るという視聴者は見てくれないからね。他の人の動画に対するコメントからもヒントが得られるんだね。テクニック78。動画を見てくれている視聴者に感謝する。動画を見てくれる視聴者への感謝の言葉を動画内で述べるのも大事だよ。感謝は心の中で感じていれば良いと思う人もいるけど、動画投稿という一方向になりがちな方法では、伝えられる時に感謝を伝えるのが大事になるよ。最初にも言ったけど、一人でもあなたの動画を見てくれる人がいるなら、その人に対する感謝を言葉にしよう。ようすべでは、応援コメントに支えられて、動画投稿を続けられる部分が本当に大きいからね。そして、幸せの位置は低めに設定しよう。つまり、最初は、5回も見てくれた人がいた嬉しい。今回は新しい編集方法を習得できたから勉強になったと、小さなことで幸せを感じられた方がお得ということだね。どうしても、再生数や登録者に目が行きがちだから、これが一番大事かもしれないね。いつも見てくれてありがとう。テクニック79。質問回答動画、お礼動画を作る。コメントでの質問や登録者数が増えてきたら、コメントへの回答動画やお礼動画を作って、ファンとのコミュニケーションを取るのも良いと思うよ。すべてのコメントに返信できなくなっても、ハートマーク付けだけは続けたりするのも良いね。このチャンネルも1000人を突破したら、何かお礼になる動画を作りたいね。お礼動画は、ファンの人にとっては嬉しいよね。テクニック80。コミュニティ機能を利用する。チャンネルのコミュニティ機能で、視聴者とのコミュニケーションやアンケートが取れるよ。アンケート機能は、ウプ主の場合、ゲームチャンネルでしか使えないから、おそらく登録者1000人を超えると使える機能だと思う。ただ掲示板機能は誰でも使えるから、どんな動画を作ろうか迷ったら、ここで視聴者の意見を聞いてみるのも良いよ。ちなみに、コミュニティ機能は設定から無効化もできるから、嵐やスパムに困っている人は無効にすることもできるよ。次のうち、どの動画が見たいですか？みたいなアンケートをしている人はよくいるよね。テクニック81、アンチコメントスパムコメント低評価への対応。これも登録者や再生数が増えてくると出てくる問題だけど基本無視するのが一番だね。投稿者が反応すると面白がるから反応しないで飽きて去っていくのを待つ。ただ、他の視聴者に不快感を与えるアンチコメントは今後、表示しない、に設定することをおすすめするよ。この設定が多くされるユーザーはスパムユーザーとして、バンの対象になることもあるから、報告はちゃんとした方が良いよ。まあそういう人は、すぐ別のアカウントを作るだろうけどね。ただ、動画改善に役立ちそうな批判コメントについては、素直に受け入れることも必要だよ。低評価とかアンチコメは辛いけど、気にしないのが一番なんだね。テクニック82、サブチャンネルを作ろう。メインチャンネルがある程度成長してきたら、サブチャンネルを作ろう。メリットはたくさんあるよ。まず万一のアカウント削除に備え、別の Google アカウントを作って、サブチャンネルを作成することをおすすめするよ。一つのアカウントに複数のチャンネルを作成すると一気にサブチャンネルも削除される可能性があるからね。メインチャンネルで投稿して人気がなかった動画を削除して、サブチャンネルで上げ直すのもありだと思う。そして、日常系の日記的な動画、動画作成の舞台裏的な動画もサブチャンネルに出した方がいいね。メインで扱うにはちょっとマイナーなジャンルの動画などもこちらに投稿してみるといいね。あくまでもメインチャンネルを最優先で、サブチャンネルは時間のある時に更新するスタイルでも良いと思うよ。サブチャンネルでやりたいことを自由にやるのもいいね。テクニック83、リアルな知人にチャンネルを紹介する。自分の腰つべチャンネルを友達に紹介するのも一つの方法だよ。率直な感想を聞いたり、こんな動画も見たいといった生の意見は貴重だから、信頼のできる周りの人に自分の動画を見てもらうのは本当に励みになるよ。特にビジネスに腰つべを活用したいという人は、名刺などにチャンネル URL を入れてみると、見てくれることも多いよ。商品の購入や新たなビジネスチャンスが開ける可能性もある。職場や学校には知られたくないという人は、家族でもいいと思うよ。恥ずかしい気もするけど、生の意見は貴重だね。テクニック84、チャンネル登録者が減って辛い人へ。チャンネル登録者が減って辛いという人もいるけど、登録者が減る理由はいくつかあるよ。まず、視聴者のニーズと動画のズレだね。これが一番きついけど、新しい動画で新たな視聴者も増えるから、動画の投稿は続けた方が良いね。そして、どのチャンネルでもスパムアカウントの削除などで、定期的に減少は起きるので気にしないのが大事だね。
ただ、あまりに減少幅が大きい時は、アナリティクスで登録者がマイナスになっている動画を探して、問題の動画を非公開にするなどの対策を行うと改善するよ。動画投稿直後に減ると辛い時もあるけど、頑張るよ。テクニック85、YouTube 動画広告でチャンネルを宣伝する。有料だけど効果のあるものとして、YouTube 動画広告でチャンネルを宣伝する方法があるよ。お金を出して、自分の動画を他の人の動画広告として流す方法だね。自分の動画をキーワード検索の上位に表示させるもの、関連動画、おすすめ動画に表示させるものなどがあるよ。現在は、1再生4円ぐらいの単価で広告が出せるから、予算に余裕がある人は検討してみてもいいかもね。ただし、動画自体のクオリティが高くないと登録者数の増加には結びつかないこともあるから、ある程度の数、質の高い動画を上げてからの使用をおすすめするよ。キーワードなどで、自分の動画のニーズに合った視聴者に広告表示させることもできるから、ミスマッチを減らす仕組みもあるよ。動画広告で、チャンネルを知ってもらうこともできるんだね。以上で、コミュニケーション編は終わりだよ。視聴者との交流は、動画投稿の醍醐味でもあるから、楽しく取り組んでいきたいね。いよいよラスト。個別編では、動画のジャンル別に再生数登録者数を増やすテクニックを紹介していくよ。そのジャンルに特化しているけど、他のジャンルにも応用が効くことも多いから、参考にしてみてね。テクニック86、話題の新作はマイナーゲーム実況の伸ばし方。まずは、ゲーム実況だね。ゲーム実況は、両つべでも音楽に次いで再生回数が多いジャンルの一つだよ。ただし、大物実況者が多くの再生数を持っていくレッドオーシャンでもあるので、新規参入が難しい分野だね。今回は、ウプ主が登録者4000人まで伸ばした経験に基づいて話していくね。まずは、話題の新作か、マイナーゲームかという問題。マイナーゲームは、ライバルが少ないので、ゲーム名で検索されて、一定の再生数は稼げるが、伸ばしづらいという特徴があるね。話題の新作は、自分より大きなチャンネルの関連に乗る可能性も高い。ただし、ライバルもすごく多いから、視聴者を呼び込む工夫が必要になるね。だから、自分が好きなマイナーゲームと新作ゲームを組み合わせて投稿するのがおすすめかな。テクニック87。攻略、レビュー、お散歩系で伸ばす。ゲーム実況の伸ばし方。話題の新作で、大手配信者に埋もれない方法として、攻略方法の解説動画や、発売予定発売直後のゲームのレビューがあるよ。攻略方法は、なるべく具体的に、操作も含めて解説するのが大事になるよ。攻略サイトに載っている情報でもアクションが苦手な人は操作でつまずいている場合もあるので、操作方法も含めて解説すると見てもらえるよ。レビュー動画は情報量が命、良い部分も、悪い部分も含めてレビューする必要があるよ。クリア後レビューは率直な感想をなるべく早く上げると良いよ。あとは最近だと、ナムさんが始めたゲーム散歩というゲームのプレイではなく、ゲーム内のキャラクターや、お仕事、建築物などを専門家視点で語ってもらうお散歩系動画も人気があるよ。自分が専門知識を持つ分野のゲームがあれば挑戦する価値があると思うよ。ゲーム散歩はゲームの腕は問われないから、ユニークなジャンルだよね。テクニック88。単発実況、シリーズ実況の違い。ゲーム実況の伸ばし方。ゲーム実況は、短いゲームを一つの動画で扱う単発実況か、長いゲームを複数の動画で実況するシリーズ実況か悩む人も多いけど、初心者のうちは、単発実況をおすすめするよ。シリーズ実況は、どうしても回を追うごとに再生数が落ちるので、チャンネルの再生回数が少ないうちに挑戦してしまうと挫折してしまう可能性が高いよ。そして、実況が途中で終わるとその実況を見に来ていた視聴者は視聴をやめてしまうからね。おすすめは単発実況、解説などで伸ばして、シリーズものを並行させていく方法だね。単発実況やレビュー、解説系で見に来てくれた人が、この人がやる新作ゲームなら見てみよう、というパターンも結構多いからね。シリーズ実況は、やるからにはクリアまで続けたいもんね。テクニック89、日常系ルーティン動画の伸ばし方。次は、日常系ルーティン動画だね。このジャンルでは、画質のクオリティの高さ、雰囲気などが大事になるよ。テロップや過剰な編集は少ない動画が多いね。ただし、照明などはかなりこだわらないと良い動画にはならないから大変だよ。前提として、その人の生活や雰囲気を伝えつつ、心地よいものであることが必要だね。音とか、雰囲気みたいな本能的に癒される部分が大事だよね。テクニック90、専門性の高い動画。ビジネス系 YouTuber。 次はビジネス系 YouTuber だね。ビジネス系では、本に載っていないような、具体的なビジネス体験に基づくノウハウをどれだけ、わかりやすく伝えられるかが命だね。専門用語混じりの小難しい話をしても伝わらないので、どれだけ噛み砕いて、わかりやすく伝えるかが大事になるよ。身近な例なども使って話をすると良いと思う。あとは、資料と言われる弁護士、会計士、司法書士、行政書士など、専門性の高い資格を持っている場合は、強みになるよ。ウプ主のチャンネルでも資格系は伸びてるね。テクニック91、
授業動画を作る教育系 YouTuber。 次は教育系 YouTuber だね。資格や大学受験に関わる分野では、実際に点数を伸ばすような力が求められるよ。同じ項目を解説している競合チャンネルも多いから、他の人の動画を研究して、どこがその動画の強みなのか、どこがわかりづらいのかを分析して、自分の動画に活かしていくのが大事だね。これは、ビジネスマン、スポーツにも言えるけど、自分自身の成績が良いイコール教えるのが上手ではないことに注意する必要があるよ。成績が良かったのであれば、どう伸ばしたのか、その部分を言語化できる必要があるね。あまり学歴を前面に出すのは良くないけど、ネット上では学歴ネタが意外と人気を集めるので、ある程度の学歴のある人は、公開した方がいい場合もあるね。例えば、東大生 YouTuber、医学部 YouTuber とかね。授業動画は本当に、わかりやすい動画、わかりにくい動画が分かれるから難しいね。テクニック92、ノウハウ系動画を作る教育系 YouTuber。日常系ノウハウの動画は、詳しく解説して、つまずきやすい部分、失敗しやすい部分についても解説すると評価されるよ。失敗談は結構重要なんだ。あと、自分が当たり前だと思って、無意識に行っている部分についても、言語化して、ちゃんと解説してみると、他の人には参考になる部分も多いから、そういう部分は特に丁寧に説明した方がいいね。図やイラストを用いて説明するのも効果的だよ。あ、絵があるとわかりやすいよね。テクニック93、お色気露出について。ここからは、禁断の領域、お色気露出についてだね。コミュニティガイドラインに基準はあるけど、どこまでが許されるかは微妙なところ。際どい水着や男性の場合は乳首の露出は NG だと言われているね。視聴者の通報で視聴制限がついたり、広告がつかない場合もあるみたいだね。一つの基準として、お茶の間で見て問題がないかが重要だと思う。YouTube は小さな子供たちも見るから大事だね。テクニック94、炎上系動画について。炎上系動画は人を選ぶよ。視聴者がプロレスを理解できるかどうかで、変な炎上をしてしまい危ないことも多いね。そして、注目の代償に、人に嫌われることも多い分野だね。ノウハウ系動画や健全なエンタメ動画などで地道に伸ばすことを勧めるよ。不謹慎な動画は嫌だよね。テクニック95、ゆっくり動画のメリットデメリット。この動画もそうだけど、ゆっくり実況、茶番、解説などのゆっくり動画だね。ゆっくり動画のメリットは、一定数のファンがおり、初心者でも見てもらえる可能性が高いということかな。知識系動画のように、内容重視の場合、特に音声の質が保てるのでおすすめだね。ただし、デメリットとして、あなた自身のキャラクターが伝わりにくいことが挙げられるかな。そして、逆にゆっくりボイスが嫌いという視聴者もいるので、注意が必要だね。あとは、コラボが難しいという点も挙げられるね。ゆっくりは、広告剥奪も多いと聞くしね。海外だとゆっくりの文化自体がまだ少ないから、理解を得るには道のりが長いね。テクニック96、言語に依存しない動画で、海外視聴者を獲得する。YouTube のユーザーは日本語圏以外にもたくさんいるよ。あえて、動画内で言葉を使わない綺麗な動画、職人的な作業動画、音楽演奏などは国境を越えた視聴者を獲得できる点で優れているよ。音楽とか、芸術は万国共通だもんね。テクニック97、可愛いは作れる。VTuber デビューのすすめ。あまり容姿に自信がなくても、声が綺麗、渋いなど、声に特徴がある人は VTuber もおすすめだよ。上半身だけのキャプチャなら、ウェブカメラ1台あれば始められるフェイスリグなどがお手軽だね。全身キャプチャや、独自アバターの作成は少しハードルが上がるけど、より VTuber 感が上がるから挑戦しがいがあるね。VTuber はクロマキー合成もグリーンバックなしで簡単にできるのも良いね。うぷ主もフェイスリグ動画挑戦してたね。VTuber も楽しそう。テクニック98、クロマキー合成を使う。クロマキー合成は、グリーンバックを使って、背景のグリーンの部分に、他の画像や動画を合成する技術だよ。撮影に適した場所が確保できない場合や、独特な背景を使いたい場合は、クロマキー合成もいいね。グリーンバックは、かなり低価格なものがあるし、画用紙などでも作れるから、意外と手軽だよ。宇宙をバックにしたりできて、楽しいよね。テクニック99、マニアックな動画を見てもらうために、専門的で難しい動画は見てもらいづらい傾向にあるね。ただし、競合他社が少ないというメリットもある。ブルーオーシャンだけど、需要がない動画にならないように工夫が必要になるね。うちのチャンネルでは哲学の専門的な動画も上げたいんだけど、まずは需要の多い、大学受験向けの倫理政治経済などのジャンルの動画を作ったり、面白い思考実験などの万人向けな動画を作って、より発展的な内容として、大学レベルの哲学動画を作っていこうかと考えているよ。興味を持った人は、ぜひ他の動画も見てみてね。テクニック100、YouTuber オフ会などの活用。最後は、YouTube のオフ会などで、他の YouTuber と交流することをおすすめするよ。
同ジャンルで自分よりも伸びている方の話を聞くととても参考になるので、ぜひ積極的に参加したいね。公式非公式などいろいろなオフ会があるけど、公式のものは登録者1000人以上が条件になっているよ。ウプ主はゲーム系のチャンネルで参加したことがあるけど、ぜひこのチャンネルで教育系 YouTuber の人とも交流してみたいね。注意が必要なのは、高額な受講料を要求される YouTuber 講座への勧誘を目的としたオフ会だね。両つべで収益化を目指す上で必要なノウハウは、動画でもいろいろな人が解説しているから、基本的に高いお金を払わなければ手に入らないものはないと思うよ。編集技術についても、探せば大抵のことはわかるから、あとは地道な経験の積み重ねが大事になってくるよ。最初は、まずコラボした相手との情報交換から始めてみるのがおすすめだよ。うん、友人もそうだけど同じ様子で投稿者との意見交換は参考になるもんね。だいぶ長い動画になったけど、ここまで見てくださった皆さんありがとうございます。今回は、ウプ主がこれまでに経験してきたことをもとに、両つべで再生回数登録者数を、増やす方法を紹介してきましたが、うちはこんな方法で伸ばしているという方が、いらっしゃったらぜひ、コメントで教えていただけたら嬉しいです。霊夢もありがとう。今回教わったことを活かして、動画投稿を続けてみるね。うん。楽しみにしているよ。またチルノちゃんの動画見に行くからね。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、お元気で。またねー。